ここから幕の内の取り組みご案内していきます。最初の取り組みに今場所の新入幕力士若隆景の登場です。2連勝として今日の3日目早い相撲を意識しているという話を本人はしています。対戦相手は徳勝龍、西の十両筆頭、4場所ぶりの返り入幕を目指します。ここで1勝1敗です。十両で8回対戦があって若隆景が7勝、徳勝龍1勝と対戦成績では若隆景が大きくリードしています。ここで制限時間いっぱいです。先ほど平成11年という話をしました。この若隆景は平成6年生まれです。この平成6年生まれの幕の内力士も今場所は非常に多くいます。そのうちの一人、思ったよりも相手を押せないという話をしていました徳勝龍です。意外に重いと金田優が合わせます。九州場所3日目幕の内の取組です。場所前に若隆景が木瀬部屋に出稽古に行ったということで、この場所前2人は稽古しています。前回し取れず左のはず、刺さずに下から押し出し、若隆景3連勝。1m82cm125kg、 体はまだ細いんですが、下からのいい押しが出ました。今日向正面は元小結舞の海の舞の海鈴木秀平さんです。舞の海さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いい内容だったんじゃないですか。そうですね、一回り二回り小さいんですけどね、はい、下から下からこの押し上げてますよね。これで体格差をカバーしてますよね。いや、しかし新入幕で3連勝ですよ、前田さん。初日から体もよく動いてますしね、はい、新入幕力士と思えないですね。あ、うまいですよね。肩透かしのように相手を弱せておいて、はい、下からですね、はずではなくこの胸の下あたりを押し込んでますからね。これだとはもう相手の状態も起きてしまいますよね。3連勝とした若隆景、まあ、まだまだこれからですという話はしていますが、若隆景明日は照強、徳勝龍は1勝2敗、明日の対戦相手十両ですのでまだ画面には表示されていませんが、東龍と。Yes.